トラビス・スコットはアメリカ合衆国テキサス州ヒューストン出身のラッパー。本名はジャック・ベルマン・ウェブスター2。2012年にメジャーレーベルのエピックレコードと契約。同じ年の11月にカニエ・ウェスト率いるグッドミュージックと契約。そして2013年4月に T.I. が率いるグランドハッスルと契約した。2013年に初のフルレングスミックステープ。 アウルファラオ、2014年8月に2作目のミックステープ、レイズビフォーロデオをリリース。デビューアルバム、ロデオからは、シングル、アンチドートがヒット。2作目のアルバム、バーズインザトラップシング・マックナイトは、初の全米1位を記録し、シングル、グースバンプスがヒットした。翌年には、ミーゴスのクエボとコラボレーションアルバム、ハンチョ・ジャック、ジャック・ハンチョをリリース。 三作目のアルバム、アストローワールドは、批評家から高く評価され、初の全米ナンバーワンシングル、シッコモードが生まれた。2019年には、自身のレーベル格タス、ジャックのコンピレーションアルバム、ジャックボーイスをリリースした。トラビス・スコットこと、ジャック・ベルマン・ウェブスター2は1992年に、テキサス州ヒューストンで生まれた。1歳から6歳までは、 ヒューストンのサウスパークで祖母と共に暮らしていた。ヒューストン中南部に位置するこの地域は犯罪で悪名高い地域だった。スコットはこのクソな街から抜け出さないといけないと思い、両親と暮らすためにヒューストン南西部の中流階級の地域であるミズーリ市に引っ越した。スコットの母親はアップルで働き、父親は自分の会社を経営していた。父親は ソウルミュージシャンであり、祖父はジャズの作曲家だった。スコットはエルキンス高校に通い、卒業後はテキサス大学サンアントニオ校に通ったが、2年生の時に音楽キャリアを追求するために中退した。中退後、スコットはすぐにニューヨークに移り住み、音楽のキャリアを始めようとした。両親は中退したことに不満を持っており、スコットは 経済的な援助を打ち切られてしまう。ライブでのトラビス・スコットトラビス・スコットは昔からの友人のクリス・ハロウェイとデュオザ・グラジュエイツを結成。2008年に無題の EP をマイスプースでリリースした。翌年、スコットは同級生の OG チェストラップグループザ・クラスメイツを結成。ザ・クラスメイツは2009年にバディ・リッチと2010年に クルー NUSA の二つの作品をリリースした。二人は2012年末まで活動を続けたが、個人的な対立や、金銭的な問題が原因でグループは解散した。大学を離れた後、スコットはヒューストンからニューヨークのワシントンハイツに移り住み、音楽サイトエレルーツを運営する友人のマイク、ワックスと一緒に活動を始めた。ニューヨークに引っ越した後、スコットは、 友人の家の床に寝泊まりし、ほとんどの時間を、ジャストブレイズのスタジオで過ごしていた。やがてニューヨークでは、音楽キャリアが成功しないと感じたスコットは、わずか4ヶ月で、カリフォルニア州のロサンゼルスに移住した。ロサンゼルスでは、住居を提供すると約束していた友人に裏切られ、路頭に迷ってしまう。両親からは、経済的に見放されていたので、 最終的にヒューストンに戻ることを余儀なくされた。その後は再びロサンゼルスに移り、友人のソファーを借りて生活することになる。その頃、ラッパーで、レコードレーベルグランドハッスルのオーナーの T.I. が、スコットの楽曲、ライズを気に入り、彼のスタジオに招聘された。ステージでのトラビス・スコット2013年5月21日、トラビス・スコットにとって、初めてのフルレングス作品である。 ミックステープ、アウルファラオがリリースされる。このミックステープは2012年にフリーダウンロードで発表される予定だったが延期され、カニエ・ウエストとマイク・ディーンによって再制作されたが、サンプルのクリアランスの問題で再び延期されていた。スコットはヒップホップ雑誌の XXL に2013年のフレッシュマンに選ばれた。2014年3月13日、SXSW で ビッグショーンをフィーチャーした1975という仮タイトルの新曲を披露した。The 1975の曲をサンプリングした。この楽曲は Don't Play というタイトルに変更され、新しいミックステープのリードシングルとして7月にリリースされた。ミックステープ Days Before Rodeo は8月18日にリリースされた。Days Before Rodeo の成功を受けてスコットは ラッパーのヤングサグとプロデューサーのメトロブーミンと共にコンサートツアーザロデオツアーのヘッドライナーを務めた。このツアーは2015年3月1日にカリフォルニア州サンターナでスタートし2015年4月1日にオレゴン州ポートランドで終了した。チケットはすぐに完売してしまったためロサンゼルスやニューヨークなどいくつかの都市で追加公演が用意された。カニエウェスト クリス・ブラウン、ワーレイ、バードマンなどが特別ゲストとして出演した年もあった。ライブでのトラビス・スコット2015年9月4日、トラビス・スコットのデビューアルバム、ロデオがリリースされた。アルバムには、クエボ、ジューシー・ジェイ、カニエ・ウエスト、ザ・ウィーク・エンド、スウェイリー、チーフ・キーフ、ジャスティン・ビーバー、ヤング・サグ、トロアイ・モイ、ビッグ・バックがゲストとして参加した。 アルバムからフューチャーとニチェーンズをフィーチャーした3500とアンチドートの2曲がシングルカットされた。特にアンチドートがヒットし全米チャートで最高16位を記録した。アルバムロデオは批評家からおむね肯定的なレビューを受け全米ビルボード200チャートで初登場3位を記録した。2016年1月4日、スコットは 新しいスタジオアルバムを準備中であることを発表する。6月3日、ヤングシャグとスコットのコラボシングル、ピック、アップザ・ォーンがリリースされた。ミーゴスのクエボをフィーチャーした。この曲は全米最高43位を記録し、全米レコード協会からダブルプラチナディスクに認定された。ライブでのトラビス・スコット9月2日、スコットは自身のラジオ番組で2作目のアルバム、 バーズ・イン・ザ・トラップ・シング・マック・ナイトを初披露し、iTunes と Apple Music でリリースした。アルバムには、アンドレサン・ゼン、ブラック・ヤング・スタ、ー、キッド・カディ、ナブ、21・サーベージ、ケンドリック・ラマー、ブライソン・ティラー、ヤング・サグ、クエボ、ケイ・フォレスト、ザ・ウィーク・エンドがゲストとして参加した。アルバムはスコットにとって、初の全米1位を記録した。アルバムからは、 ピックアップザ・ホーンの他に、ケンドリック・ラマーをフィーチャーした、グース・バンプスがヒットし、アメリカで 5× プラチナディスクに認定された。2017年3月10日、スコットは、バーズ・アイ・ビューというコンサートツアーを、ルイジアナ州ニューオーリンズからスタートした。ツアーは6月2日に、オレゴン州、ユージーンで終わったが、後にヨーロッパツアーも決まり6月から7月にかけて、 フェスティバルセットや小規模なクラブで開催された。2017年3月、スコットはカクタス・ジャック・レコーズという自主レーベルを立ち上げることを発表した。インタビューでスコットは自分の音楽を金銭的にコントロールするためにやっているわけではない。何よりもまず第一に他のアーティストを助け、新人を発掘し、機会を提供したいんだ。彼らのために 僕に起こったことをより良い形でやっていきたいんだ。より良いというのはデタラメなことをしないということだ。アルバムのリリース日やビデオやアルバムの予算についてアーティストに嘘をつかないことだと述べている。オペネア・フラウンフェルトでのトラビス・スコット2017年4月、トラビス・スコットがミーゴスのクエボとコラボアルバムを制作していると報じられた。GQ のインタビューでスコットは クエボトのアルバムはもうすぐリリースされるよ。もうすぐ新しい音楽をリリースするんだ。と述べた。さらに自身のニューアルバムアストローワールドについても話し、同名のヒューストンのテーマパークの廃墟にちなんで名付けられたアルバムが完成間近で2017年にリリースされる可能性が高いと発表した。また、スコットはドレイクの作品モアライフの楽曲、 ポートランドにフィーチャーされ、全米9位を記録した。2017年5月16日、スコットは3つの新曲を、サウンドクラウドで公開した。そのうちの1つ、バタフライエフェクトが話題になり、ストリーミングサービスでも公開された。8月27日には、MTV ビデオミュージックアワードで30セカンドズ2、マーズのウォークオンウォーターにコラボ出演し、11月には、 MTV ヨーロッパミュージックアワードでバタフライエフェクトを披露した。2017年12月21日、トラビス・スコットとクエボはコラボアルバムハンチョ・ジャック、ジャック・ハンチョをリリースした。このアルバムはビルボード200で初登場3位を記録し、ビルボードホット100に7曲がチャートインした。オペネア・フラウンフェルトでのトラビス・スコット2018年8月3日、 トラビス・スコットの3作目のスタジオアルバム、アストローワールドがリリースされた。アルバムには、キッド・カディ、フランク・オーシャン、ドレイク、ザ・ウィーク・エンド、ジェームズ・ブレイク、フィリップ・ベイリー、21・サベージ、スウェイリー、ガンナ、ナブ、クエボ、テイク・オフ、ジュース・ワールド、シェック・ベイス、ダント・リバー、タメイン・パラ、サンダー・キャットなどが参加した。アルバムは、 全米初登場1位を記録し、アメリカでトリプルプラチナディスクに認定された。ドレークをフィーチャーしたシングルシッコモードは特にヒットし、スコットにとって初の全米ナンバーワンソングとなった。この曲はビルボードの2010年代チャートでも16位を記録した。アルバムは評価の絶賛を浴び、NME やザ・インディペンデント誌が満点をつけた。 音楽メディアの年間ベストアルバムのランキングでは、アプロクスが1位に、クラッシュとコンプレックスが2位、ローリングストーンが6位、ノイジーが7位に選出した。第61回グラミー賞では、最優秀ラップパフォーマンス、最優秀ラップソング、最優秀ラップアルバムにノミネートされた。2019年2月、スコットは、第53回スーパーボールのハーフタイム賞の、 マルーン5のステージにゲスト出演した。8月には、スコットのドキュメンタリー映画、ルックマム、アイキャンフライがネットフリックスで公開された。12月、スコットはシングル、ハイテストインザルームをリリースし、ホット100で初登場1位を獲得した。12月27日、スコットは自身のレーベルカクタス、ジャックのコンピレーションアルバム、ジャックボーイスをリリースし、 全米初登場1位を記録した。2020年4月20日、スコットはゲームフォートナイトとのコラボレーションを発表し、ゲーム内で使用が可能なスキンなどの発売と、ゲーム内でのライブイベント、アストロノミカルツアーを公開した。そして24日にライブイベントが実装され、スコットはキッド・カディとの新曲、ザ・スコッツを世界初披露し、その日の深夜にリリースした。 シングルのカバーには、アメリカの有名アーティストカウズがデザインを手掛け、プロデューサーには、デートリップ、ドット・ダ・ジーニアス、プレーン・パット、マイク・ディーンといった人物たちが参加した。影響を受けたミュージシャンには、キッド・カディ、テーム・イン・パラ、カニエ・ウェスト、T ・ I ・ M ・ I ・ A、トロイモアを挙げている。2017年4月、リアリティ番組スターのカイリー・ジェンナーと交際を開始。 2018年2月1日には、ジェンナーとの間に女児を授かる。名前はストーミー。しかし、スコットの浮気報道が出た後の2019年10月、ジェンナーとの約2年に及ぶ交際に終止符を打った。その後、スコットの浮気報道はあるユーチューバーのいたずらだと、発覚し、ジェンナーとの交際を再開したという噂が出ている。トラビス・スコットのレーベルブランドカクタス。 ジャックのロゴミュージシャンとしての活動の他にファッションアイコンとしても知られる。2017年11月、スコットはナイキとの最初のコラボレーションスニーカーを発売し、即完売した。2018年6月、スコットは新たにジョーダンブランドとコラボレーションスニーカーとアパレルを発売して即完売し、 2019年に発売したエアジョーダン1は定価17.28円にもかかわらず15万円以上で取引された。最近ではスコットはナイキのスケートボードスニーカーのデザインを手掛け、定価が18,150円にもかかわらず、今では12万以上で取引されている。ナイキとのコラボレーションスニーカー以外にもスコットは活動の幅を広げている。 2017年、スコットはサンローランのサマーキャンペーンのモデルを務めた。その後も自身のミュージックビデオ、キャンとセイではサンローランの提供で衣装を着用した。2020年、スコットはディオールとジョーダンブランドのコラボレーションキャンペーンのモデルを務めた。スタジオアルバムコラボレーティブアルバムミックステープ。ありがとうございます。